さて、ガチャを引いたらもらえるもの、なんだ。それはこの後の動画で明らかになります。イベントチケットの枚数280枚。280連かって、そんなに回しちまったのかよ。せっかくあるんだから楽しまなきゃ。開き直るか。残り時間8時間ちょいだから今引かないとチケットどうなるかわからないし。チビキャラもいいがスピードアップ以外のアイテム欲しいよな。チビキャラは天空と巨神以外そんなに成長させる気はないんだけど。デッドサイクロンまだ諦めてないのか。可能性があるならやってみたくなるのが人間でして。しかしあれだな。と、言いますと、銃回復のにこんなに時間をかけてるんじゃ喋るのが大変だ。そりゃあ大変だね。倍速でさっさと終わらせようぜ。やっぱりそうなりますか。ああ、視聴者様も結果だけわかればいいと思うし倍速でお送りします。4倍速じゃわかりづらいと思いますので結果を報告します。チビたちですが島を除いてプラス20になりました。まあ現実には基本には到底及ばないけどな。使い方次第なので何とも言えませんが、スピードアップが一番出たと思います。今現在のアイテムの数、スピードアップ169、トレジャーレーダー39、ネコボン34、ニャンピュータ43、オカメ八目39、スニャイパー50。ちなみにスピードアップはガチャやる前から相当数持ってたので気にしないでください。しかし運営もえぐいよね。どうしてだ。プラスの上限が20じゃ取りすぎた分はどうしろっていうことだよ。貯蔵庫も制限があるからな。そうなんですよ。そうなんですよ。今日は笑顔の日じゃなかったのか。聞いてください。上限が決まってるせいで貯蔵庫の中身を整理した際強くしたいキャラがいたのに。いたのに。苦渋の決断を迫られました。猫は強くなる必要ないのでポイできますが、貴重な無課金キャラを片付けていかなきゃいけないんです。運営さん、あなたに赤い血が流れてるなら達成報酬で基本とチビのプラス上限を上げてください。上げたところで性能が2倍になるわけでもないでしょうが、経験値に変えるのって苦渋の決断なんです。本当にうわーってなるんですよ。あはは。あはははははは。顧客のニーズに応えてこそ企業は成り立つんですよ。何考えてるんですか。お前こそ愚痴ってるんじゃねえ。みんな同じ条件なんだから文句言ってるんじゃねえ。だってね。だってですよ。無茶なプラス値ばかり上げて肝心のところは後回し。ブラックだよ。課金しなきゃいいだけの話だ。楽しむんだろ。切り替えますか。できればチビより本当にアイテムが欲しいところ。達成報酬は気長に待ってレジェンドの新キャラも気長に待って。待ち続けないと、いけないの。酔っ払いと変わらんな。世界は弱者に優しくないんだよ。もうやめろ。うわーあーあーあーん。言葉が浮かび上がってるな。泣きべそなんてさよならしてやる。まあ笑っていられるならそれに越したことはないけど、こいつ大丈夫だよな。アイテムと経験値だけが欲しいのでキャラ来ないでください。それはちょっと無理だな。希望といたしましては猫本が一番欲しいです。無課金攻略に結構使うからな。ラスト10回。もうどうでもいいや。さあ全部引いてチケットは残ってません。満足したよな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ガチャ以外の新キャラゲットを希望します。季節限定を狙うんだな。